雨玉、新見南吉。春の暖かい日のこと、私船に二人の小さな子供を連れた女の旅人が乗りました。船が出ようとすると、おい、ちょっと待ってくれと、土手の向こうから手を振りながら、侍が一人走ってきて、船に飛び込みました。船は出ました。 侍は船の真ん中にどっかり座っていました。ポカポカ暖かいので、そのうちに眠りを始めました。黒いひげを生やして強そうな侍がこっくりこっくりするので、子供たちはおかしくてふふふと笑いました。お母さんは口に指を当てて、黙っておいで、と言いました。 侍が怒っては大変だからです。子供たちは黙りました。しばらくすると、一人の子供が、母ちゃん、飴玉ちょうだいと、手を差し出しました。すると、もう一人の子供も、母ちゃん、私にも、と言いました。お母さんは懐から紙の袋を取り出しました。 ところが、飴玉はもう一つしかありませんでした。私にちょうだい私にちょうだい二人の子供は、両方からせがみました。飴玉は一つしかないので、お母さんは困ってしまいました。いい子たちだから、待っておいで。向こうへ着いたら買ってあげるからね。 と言って聞かせても子供たちは「ちょうだいよちょうだいよ」とダダをこねましたいねむりをしていたはずの侍はぱっちり目を開けて子供たちがせがむのを見ていましたお母さんは驚きましたいねむりを邪魔されたのでこのお侍は怒っているのに違いない。 と思いましたおとなしくしておいで。とお母さんは子供たちをなだめました。けれど子供たちは聞きませんでした。すると侍がすらりと刀を抜いてお母さんと子供たちの前にやってきました。お母さんは真っ青になって子供たちをかばいました。 居眠りの邪魔をした子供たちを、侍が切り殺すと思ったのです。飴玉を出せ、と侍は言いました。お母さんは恐る恐る、飴玉を差し出しました。侍はそれを船のヘリに乗せ、刀でパチン 二つに割りました。そして、それと二人の子供に分けてやりました。それから、また元のところに帰って、こっくり、こっくり、眠り始めました。